ヘルベチカ、待たせたかな。ああ先生、別にそんなには待ってないです。女性を点数付けでもしていたのか。その言い方だと僕が女性を寝踏みでもしてるみたいじゃないですか。違うのか。違いますよ。女性にしろ男性にしろ、一番美しく見せることが大事なんです。初対面の印象は外見が9割なのに、それを利用しない人が多すぎるんです。お前のその考え方は昔から変わらないな。人は生まれを選べない。でもどう生きるかは自分で選べる。見た目も中身もね。先生がそう教えてくれたんじゃないですか。そうだったか。ああそれより先生、僕に用って何だったんです？そうだった、忘れないうちに。何です？これセントルイスで犯罪心理学の学会があるんだ。お前も行かないかと思ってね。登壇者がなかなか興味深くて。興味ないですね。どうして？心理学には興味がないって前から言ってるじゃないですか。私が言っているのは犯罪心理学だよ。人が犯罪に手を染めるほどの心理はどんなものなのか。人の心なんてほんのちょっとした要因で変わる。そんな不確かなものを研究するのは性に合いませんね。そうだったな。お前はこの分野が苦手だ。別に苦手だから嫌っているわけじゃ。メディカルスクールの成績を忘れたか。僕の専門ではないというだけです。話はそれだけですか。あともう一つ、ニューシーグッドデイの記者から取材の依頼があったんだ。お前が知っている人かどうか聞きたかったんだが、なんという名前だったかな。確か若い女性だったと思うんだ。